はい、どうも秘密結社ふえがめ総帥ハッチーでございます。今回は東海クイーンカップということで、名古屋のね SP1 競争、3歳牝馬の、いわゆるグレードが一番高いところのねレースですよね。こちらの予想をしていきたいと思います。このレースが、SP1 ってことは三冠牝馬のね、あの三冠路線に入ってくるのかなと思ったらよくわかんないんだけれどもね、時期が結構毎回変わってるから、今回ねこんな感じで予想をしてみました。まずはね、今回の軸なんですけども、3番のミラバークマン、こちらから行きたいと思います。前走名古屋での重賞2着。結構ね、キャリア薄くて、他地区の重賞に出てきた南関東の馬、南関東の馬ってとこなんだけれども、前走もね、正直一番強いというかね、素質は見せたと思います。ただね、気になるのは前走の大幅馬体減、マイナス19キロぐらいだったかな。そうなってくると今回体重が戻ればそこそこ大幅なプラス体重で出てほしいですよね。1桁後半2桁プラス体重で出てくればこの馬でいいと思います。そして6番のサブの玉姫、金沢でねボバも含めても2番手と言える馬ですよね。アイバンホーの次ぐらい、そうなってくると遠征と鞍上強化でどこまでやれるかということでね、これは紐の1点目ぐらいの勢いでね拾っていきたいと思います。そして9番の虹色、兵庫でね重賞を勝ってですね、浦和の桜花賞で大外枠から5着、大外枠からの5着ってね浦和ではもう勝ちに等しいぐらい比較的価値があるんじゃないかなってぐらいのところまで検討しましたからね、この馬も紐にはうってつけじゃないかなと。前走負けてるっていうあたりで人気を落としてくれればいいななんていうぐらい思ってます。そして10番マナバレンシア、金沢で上位常連、牝馬ではねサブの玉姫の次ぐらい、今回も前に行ければそのままね粘って面白い競馬をしてくれるんじゃないかななんていうふうに期待はしておきましょう。そんなわけでですね、こうやってチェックしていきますのでチャンネル登録の方をお願いいたします。メインのね G1、今週は G2 2つか、この後ね、そちらの方はふえがめ TV の方で上がる予定でいますので、そちらも含めてよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。